えっと、それでは、機械計測1の前半7回目の講義を始めたいと思います。えっと、今日は3章の計測のための電気回路の丸3になります。えっと、まず授業に先立って、前回、前半6回目の演習問題の説明を順番にしていきたいと思います。まず、丸1は、えっと、前回の講義のスライドナンバー7。 ナンバーないかにおいて、ブリッジの平行条件が成立している条件で以下の式を同出せよということで、まあ、こんな式を説明したわけですねで。なんでこんな式になるんですかっていうのをちょっと考えてい、えー、くださいという問題でした。で、まず最初に、じゃブリッジの平行条件のところから、まず、えっと、復習があったり説明していきたいと思います。まあ、こういうふうな形で、えっと、ブリッジ回路があって、で、えっと、 と、まあ、あ抵抗 R1、R2、R3、R4 と。で、ここに、まあ、で、ブリッチ電圧 E をかけて、で、この P と Q の間の電圧を E0 というふうにしましょうと。で、ここから流れた電流っていうのは、ここで2つに分岐されて、で、これ、キリホップの法則と一緒なんですが、ね、I1 と I4 に分かれると。 でえここはああ電圧計、あるいは権流計と言われるものがあるんですここはもう絶縁されているというふうにまあ考えてもらってよくて、でそうすると、この i1 を流れた電流はそのまま全部今度、抵抗 R2 の方に行く、すなわち i2 になります。で、こっち側は i4 はそのまま全部 i3 に流れて、最後 i2 と i3 が、えっと、足したものが i として流れてるというような形になるわけです。 なので、えっと、各抵抗流れる電流っていうのは、i1 イコール i2 で、で、これは、えっと、このブリッジ電圧 E に対して、これ抵抗 R1 と R2 は直列なんで、R1 プラス R2 分の E が、まあ、これを流れる i1、あるいは i2 になりますと。で、同様に i3,i4 は、R3 と R4 分の、 R3 プラス R4 分の E になります。まあ、これは問題ないかと思います。で、この時に、えっと、Q 点、ここ、および P 点の電圧っていうのは、これはこの分圧になるんですが、まあ、この VQ っていうのは、まあ、この R2 を流れた電流だけ電圧降下するということになるんで、まあ、あの、R1 プラス R2 分の R2、えっと、ここが R2×I2。 が、えー、VQ になるわけです。なんで、ここはえっとここで I2 というのを上を見てもらうと、R1 分の R2、R1 プラス R2 分の r 2か e に e っ同じように VP っていうのも R3、I3 なんで、I3 プラス R4 分の、R3 プラス R4 分の R3 の E ということで、要はこれ何を表しているかっていうと、こことかここかっていうのは、この2つの直列抵抗の、まあ、分圧、 気によって電圧が決まってますよっていうことを言ってるわけです。なんで、じゃあこの PQ 間の電位差 E0 っていうものは、これはこの両者 VQ と VP を引いてやればいいので、こんな式になって、で最終的にこの式をまとめるとこんな式になりますということです。で、ここでこの分子の部分に着目してもらうと、R1、R3 イコール R2、R4 であれば分子は0になるので E0 は0となる すなわち、この間には電圧、電流は流れません。これがまあブリッジの平行条件というものでありました。で、じゃあ、今度、えっと、これを、今度、ブリッジの平行条件が成立している状態で、この R1 の抵抗を歪みゲージに変えましょうというのが、この問題です。すなわち、R1 をセンサー、歪みセンサ R1 プラスデルタ R1 というのに変えましょうと。 歪みセンサーに変えるってことは、R1 は固定じゃなくて、歪みに応じて、デルタ R1 だけ変化するということになるわけです。で、そうすると、ここの、この式。このブリッジの平行条件の式の R1 の部分を、R1 プラスデルタ R1 に置き換えてやる必要があるというわけです。で、こういうふうに置き換える。で、これをまあ解くとこんなふうになって、まあちょっとごちゃごちゃした分数になるわけです。 で、これをもう少し整理するために、ブリッジの平行条件が成り立つという状態なんで、これは R1R3 イコール R2R4 だと。そう考えてやると、えー、R、まぁ、あ、R1R3 イコール R2R4 ということにしてやって、R2R4 を R1R3 に置き換えてやるっていうことをしてやってから、R1R3 で割ると、まあ、こんな式になりますと。で、さらにこれを整理するために、 やはりブリッジの平行条件をちょっとひねってやると R3 分の R4 イコール R2 分の R1 になるので、これを代入してやると今度こんな式になるわけです。いいかなで、えー、ここで、えっと、このお分母になるここの部分、デルタ R1 が関連している部分っていうのは、通常このデルタ R1 っていうのは R1 とか R2 に比べると十分に小さい。すなわちこの比は11。 ほとんど位置とかに比べると無視できるほど小さいので、そうすると、ここは無視しましょうと、禁止しましょうと、するとこんな式になるわけです。で、まあ、この式を書き直すと、こういう感じになって、これがさっきのこの式に今なってますよねっていうことで、で、ここで重要なのは、結局、えっと、まあ、こういう、えっと、抵抗変化型のセンサーの信号、デルタ R1 っていうものを、えー、これまあ、 R1, R2, R3, R4, あるいは E っていうのは、これ定数なんで、要素が抵抗の変化率、デルタ R1 を電圧に変えますよっていうのが、まあ、ここで使っているブリッジ回路の本質になるということになるわけです。いいかなこれ一つ目です。で、次に二つ目は、今度これオペアンプの回路です。えー、オペアンプの問題な。この図の右図のような演算増機オペアンプを使用した直流回路において、 R1 イコール 10kΩ、R2 イコール 100kΩ であると。で、この回路に入力電圧、V1 イコール 0.5V を加えたときに、えー、次の A および B に答えようということで、A は、えー、っと、演算入力、演算動機、オペンアンプの2つの入力端子の、ここ、端末間の電圧 VI の値として、正しいものは次のうちどれかということで、1は0、2は0.1。 3は0.5、4は1、5は5ということで、まずこれに関しては、えー、で、今度 B の問題は、演算増幅器の出力電圧 V2 ボルトの値として正しいのは次のうちどれか、1、2、3、4、5ということになります。で、え順番に解説していくと、まず A に関しては、増幅器の増幅率を A というふうにすると、 A イコール VI 分の V2 になるわけです。いいかなで、えっと、ここで、まあ、A は、ああ、より A イコール無限大ですよと書いて、ここ無限大、増加率無限大なので、A が無限大になるってことは、V2 は有限な値なんで、そうすると VI は0になると。つまり A が大きければ大きいほど VI は0に近くこれはイマージャリーショートというふうに言いますということで、答え1、0です。 まあ授業では、えっと、このオペアンプというのは結局何をしているのかっていうと、ここの2つの入力、反転入力と非反転入力が等しくなるように、不機関をここにかけているということです。その結果、ここの入力とここの入力は、えっと、等しくなるというわけです。で、今、こっちの入力っていうものは、これグランドのうちで0ボルトなんで、 えー、こことここが等しいということは、ここもゼロボルトにならんとダメですよっていうこと。ここがあたかもショートしてるように見えるっていうのがイマージャリーショートで、特にその先がグランドに落ちてるのをイマージャリーグランドというふうに言うわけです。いいかなはい。で、B の方は、今度は、えっと、これは、あの、はい、電流。 っていうのは、えっと、こ結局、まあ、ここを流れる電流っていうのが、まあ、VI になるわけな。ここの、えっと、抵抗 R1 を流れる電流を I とすると、ここは R1 分の V1 になるわけです。で、V2 っていうのは、えっと、ここは 0V、イマジャニーショートで 0V で、で、それと、あと、ここを、えっと ここから流れた電流 i っていうのはそのままここに流れていくわけです。いいかななんで、えっと、V2 っていうのはその0から R2-i っていうのをまあ変えてやると、まあ、最終的に、まあ、これはまあ、普通のオペアンプの式にそのまま放り込んでもらっても構わないんですが、まあ、マイナス R1 分の R2 の V1 なんで、これ実際に入れてやると、マイナス 5V、つなわ答えはマイナス5番ですよっていうことになるわけです。いいかなはい。 これはオペアンプの問題でした。はい。じゃあ次。えっと、これは、3番目のやつかなん編問題ですね。これもブリッジ回路の式になるのかなブリッジ回路の問題になります。えー、っと、えっと、この、まあ、こういうブリッジ回路において、AB 間。これちょっと形が横向いてるんだけど、AB 間の電流はどちら向きに流れるか。 また A-B 間に電流を流さないようにするためには抵抗 R1 の値をどのようにすればよいか。さらに AB 間に電流を流さないように R1 を設定した後、抵抗 R2 を同じ抵抗値を有する温度センサーと交換したと。温度変化によりセンサー出力が5%変化した上、A-B 間の電圧はいくらになるかということで、まず最初の問題は、えー、っと、さっきのここの これをまあ思い返してもらうと、こんな感じになって、えっ、ー、と、まあ、これ、ブリッジ電圧が 20V ですと。で、さっきの言うところの2つに分岐するという R1 と R2 がこれで、で、もう片方が R4 と R3 がここで、ここにまあ電流計、顕流計、あるいは電圧計、何でもいいわけです。で、えっと、VA というのはさっきの、えー、式を思い返してもらうと、 R1 プラス R2 分の R2 の E ですよっていうのは実際のこれ 5V になるわけです。で、えっと、こっちは同じような形でやると 8V なんで、要は 8V の方、B の方が VB の方が電源圧高いんで、AB から A に流れるというふうにするわけです。で、えー、次にここ。 えー、また AB 間に電流を流さないようにするためには抵抗 R1 の値をどのようにすればいいかということなんですが、これもブリッジの平行条件を満たせばいいですよと。まあ、R1、R3 イコール R2、R4 なので、じゃ R1 は R3 分の R2、R4 というふうにすると7.5オームにすれば流れませんっていうような話にまなってくるわけです。で、えー、最後に、えーまあ、えっと、温度変更、最後に、えっと、さらに、 AB 間に電流の長さに R1 を設定したよう、ブリッジの平行条件が成立するようにした後、抵抗 R2 を同じ抵抗値を有する温度センサー、サーミスターと交換したと。温度変化によりセンサー出力、抵抗値が5%変化した場合、A-B 間の電圧はいくらになるかということです。で、さっきの式はこういうふうになってたんだけれど、今、えっと、 ま、ここ5%変化っていうのは、もともと、あ、これ、えっと、抵抗の絶対値じゃなくて、変化率なんで、これは、さが、これ R2 分のデルタ R2 に相当するわけです。なんで、この、ここの部分に5%を掘り込んでやって、あと、ブリッジ電圧20ボルト、あと、各抵抗入れてやると、まあ、最終的に、マイナス0.24ボルトという値が、ま、出てきますよっていうことにまあなります。いいかなはい。 で、えー、最後おちょ、これは、まあ、あの、なんや、有効数字の問題になって、えー、長方形の紙があり、辺の長さを測定したところ、縦というこの長さはそれぞれ112.3ミリと45.6ミリ、要は4桁と3桁であった。この長方形の周長と面積を求めようということで、周長はこういうふうな式で与えられるんだけれど、まあ、あの、ここで、えっと、 周長それぞれ長辺と短辺にかけている2っていうのは、これ整数上数なので、無限の桁数を持っているというふうに考えると、この掛け算は有効桁数変わりません。そうすると、4桁の足4桁と3桁の足し算になって、で、最低の桁、最下まあ、まあ、一番、えっと、高い桁は、この小数点以下1桁目なんで、この場合も315.8そのままになりますと。 で、面積の方は、これ4桁かける3桁の掛け算なんで、このまま計算すると6桁の数字が出てくるんだけれど、えー、有効桁数の少ない方にいい合わせる必要があるので、そうすると3桁に合わせましょうと。で、かつ、位合わせの0を明確にするために、5.12×10 の3乗を平方メートル。まあ、これ単位も忘れんようにしといておいてください。いいかな。はい。じゃあ、ちょっと、えっと これまあ前回の授業の復習になるんだけれども、もう一回えっと復習が、まあ、重要なので復習しておきます。えー、っとオペアンプ演算増幅回路というものは電圧信号の増幅に使えますよということでした。でまあ、記号はまあいろんな記号の表して、昔はこういうふうに三角形を使っていて、えっと、まず重要なのは入力が2つありました。反転入力 V マイナスと非反転入力 V プラスでまあ,ありますということと、あと出力は1端子で V0 ですよと。 いうことでえ、電気回路なんで、当然電気を与えてやらないと動かないということで、電源電圧はプラス VCC とマイナス VCC になりますということ。これはまず基本的なところです。で、このような演算速回路のえ特徴が3つあって、1つはこの入力のインピーダンスが大きいですよということです。要はここにすごい大きい抵抗が入直列に入ってると思ってください。 そうすると、ここ電圧に入力、電圧を入力に加えても、抵抗大きければ電流ほとんど流れ込みませんっていうのが一つ、丸一です。で、二つ目、今度は出力インピーダンス小さいと。ってことは、ここに小さい抵抗が入ってるってことは、これは今度は上とは逆に大きな出力電流を取り出せるということです。で、三つ目が、増幅率が非常に大きいということです。いいかななので、まあ微弱な信号を増幅できるということです。 で、具体的には、あの、この出力 V0 と入力、まあ、作動入力というような言い方をよくして、まあ、この2つの差、V プラスとマイナス V マイナスの作動入力 VD の関係というのは、こういう式で与えられて、A が増幅率ですよ、ということで、まあ、あの、A が10の5乗からまあ10の8乗になるということです。そうすると、まず A が、 まあ、すごく A が大きいんだけど、これ大きすぎて逆に使い勝手悪いと。なぜならば、この VO が出せる範囲っていうのは、この V、C、計算上では何歩でも出せるんだけれど、実際に出せるのは、この VC、プラスマイナス VCC、電源電圧の範囲内しかあ VO っていうのは出せない。で、それ以上のになると、もう飽和してしまうわけです。ということで、まあ、これをこのまま使うのはいろいろめんどくさいですよっていうことを説明したわけです。 で、あと、まあ、これ、えっと、理想オペアンプっていうことで、まあ、こういう3つの特性を理想化する、すなわち入力インピーダンスが大きいっていうのを、これ無限大にし、プラス無限大にしましょう。出力インピーダンス小さいっていうのはゼロとしましょう。増幅率が大きいというのはプラス無限大にしましょうというふうに考えるものを理想オペアンプというふうに考えて、まあ、普通のオペアンプはこういう理想的な条件を持っていると。 いうふうに考えてやっていきます。いいかな。で、えっと、前回は、えっと、まあ、あの電、反転増幅回路の説明をまずしたわけです。で、これ、電圧信号を増幅しましょうということで、反転増幅回路っていうのは、あの、反転なんで、反転入力に信号が入りますということです。で、非反転入力のプラスは、これ、グラウンドに落としてます。で、あと、えっと、入力抵抗 R1 があって、 で,で、出力抵抗を、基幹抵抗 R2 を介してえ、反転入力に戻すというようなことでした。いいかなで、えっと、この動作原理ですが、あまず、ここに入力電圧 VI がかかってると、そうすると、抵抗 R1 を流れる電流値っていうのは、I1 イコール VI 分の R1、これはまあオームの法則だというわけです。で、えっと、この I1 はこ、ここで、 二つに分岐されるわけですが、あ先ほど言ったように、え入力インピーダンス Z インっていうのは、プラス無限大なので、ほとんど電流流れ込みませんということは、えー、っと、結局 I1 はそのまま全部 R2 に流れていくわけです。そうすると、この I2 っていうのは、流れる電流っていうのは、結局、ここの、えっと、 あ、すいません。ちょっと今、電流、えっと、電流流れのここの話。ま、丸3ではこれなりしてるかと。R2 を流れる電流っていうのはこの2つ。ここ R2 をは、挟む2つの電位差を R2 で割ってやればいいとか。そうすると V のマイナスはここなわけです。ここの電圧。で、えー、VO っていうのはこの出力です。いいかな。 で、えー、ただ、この V のマイナスっていうのは、あ先ほども説明したイマージャリーショートで、かつ、これグランドに落ちてるんで、イマージャリーグランドなんで、ここは0ボルトってことは、I2 っていうのは結局 R2 部のマイナス V0 にまあなりますよということです。で、ここで、 えー、この i1 と i2 というのは、えー、これ等しくないとダメなんです。ここ流れ込まないから、全部こういくということは、これ統合関係。そうすると、結局、vo というのは、マイナス r1 分の r2 の vi ですよということになって、で、ここで重要なのは、先ほどのここの一つ前では増幅率はこの a、これはもうオペアンプ固有の値、固定の値だったんだけれど、で、これが大きすぎて使い勝手が悪かったとっいうところを、 これ二つの抵抗の比で増幅率を調整できるっていうのは、これ一つ重要なことになってくるということになります。増幅率は抵抗比によって任意に設定できると。なんか要は、この VO が電源電圧プラスマイナス VCC の範囲内に入るように、ちゃんとこの二つの抵抗の比を調整してやれば、これはちゃんと増幅器として電圧信号の増幅が使えますよっていうのがポイントになっていました。いいかな はい。で、次に、今度は、えっと、二つ目の、おまあ、電圧信号はやはり増幅するんで、二つ目のものとして、批判点増幅回路っていうのがあります。先ほどは、反転増幅回路。要は、ここを見てもらうと、増幅率のところにマイナスがついてる。で、マイナスがついてるのは、これ、反転入力だから、マイナスがついてて、要は、マイナスは R1 の R2 なんだけれど、批判点増幅は今度は、 えっと、信号が批判点入力、これちょっと見えない、ここはプラスで、こっちがマイナスになります。いいかな、批判点増加回路っていうのもあるということです。いいかな。で、えっと、これもまた先ほど同様説明していくと、まず、こう、A というところに、まあ、入力のやつ V1 を、VI をかけて、で、これがそのまま、あの、ここにつな、えー、がっていると、批判点入力に入ってると。で、えー、出力信号は、あ 期間抵抗 R2 を返して、で、ここで返すときは必ず、えっと、反転入力、不期間なんで反転入力に戻します。なんで B になる。で、こう2つに分岐して、で、えっと、片方は前反転入力に入って、もう片方は R1 を返してグランドに流れ落ちるというふうな形になります。で、まず、じゃあ、ここで、えっと とまず、こう A から入ってきた VI っていう信号。これは Z インが大きいので、これはほとんど流れ込みませんと。で、えっと、こっちがもうそう、流れ込みません。ということになって。で、結局これって何してるのかっていうと、えっと、これもやっぱイマージャリーショートが成り立つないといけないので、要は VA とこの A 点の電圧と VB 点の電圧がイコールにならないといけない。ということで、 そうすると VA は VI なんで、こういうふうになるように、ここの電流が流れ出すということになってくるわけです。いいかなで、えーっと、そうすると、まあ、VI っていうのは、これは、えっと、ここ流れ出た電流が、えー、R2 を介して、R1 を介してこう流れると。そうすると B の電圧っていうのは、この流れる I。 電流 i とこの抵抗 r1 の値にここはなるはずだと。ir1。で、えー、これで、ここはそれがイコールじゃないとダメ。これはイマジネリショートになっているんで、va イコール vb ですよと。っていうのがまず出てくるわけです。そうすると、まあ vo っていうのは結局、う i の r1 プラス まあ、えっと、ここの電、ここの電圧な、ここの電圧な、これ電流が流れるわけ、i が流れて、えー、電圧効果分というのは、この抵抗 R1 のところの IR1 と R2 のところの IR2 の和になるんで、VO はそこに等しくないとダメですよと。そうすると、この上の関係式を入れてやると、結局 VO っていうのは、R1 分の R1 プラス R2 に VI をかけたもんですよ、ということで、 ま、先ほど同様、抵抗の比。この二つの抵抗の比によって増幅率を調整できると。で、あと、ま、重要なのは、これ、非反転入力なので、マイナスがないですよと。曲線は同じ。入力することの曲線は同じだと。あとは、ちょっとこの増幅率のこの比がちょっと違ってるのも注意しとる。反転入力は R1 分の R2 だったんだけれど、 ここは R1 分の R1 プラス R2。で、ここちょっと注意してください。いいかなはい。これ、非反転増幅回路と呼ばれるやつな。で、次に今度はサード増幅回路っていうのを説明したいと思います。これもまあ、用にいた回路に、まあ、なってて、えー、っと、何が違うかというと、非反転増、反転増幅回路は、えっと、非反転によグラウンドに落ちてたんだけれど、これを 今度、えっと、もう一つ入力を信号を入れてやろう。と、V1 と V2 をそれぞれ反転と非反転入力に入れてやろうというようなことにまなります。で、えっと、こちらは一緒。えっと、機関抵抗、出力電圧を機関抵抗 R2 を介して、非反転入力に戻すということをやってて。で、あと、まあ、V2 の方は、えっと、ここに、まあ、R2、この R2 と同じ抵抗値のものを別と入れ で両方入力抵抗は R1 ですよというような状態です。で、えっと、やっぱりこれまで同様、えっと、Z インが大きいので、ここには電流流れ込みませんということは、R1 を流れた電流 I1 というのはこういうふうに流れていくと。で、一方、こちらの V2 によって R1 を流れて電流はこういうふうに流れるというのはここ、点線は流れないからです。ということは、 あこういうふうに流れるんだけれど、じゃあそれぞれの VA、A 点、B 点の電圧 VA、VB っていうのは、これは、えっと、まあ、それぞれ V1、この、ね、電圧から、えっと、I1、R1 っていう分だけ電圧効果したものになって。で、それに対してこちら側っていうのは、えっと、まあ、こういう流れなんで、 I2 と R2 の積で VB が決まる。で、これがイコールですよっていうことに今なってくるわけです。で、ここで I1 っていうのは結局流れる電流っていうのは、これは、えっと、この VO と V1 の電圧差を抵抗値、直列抵抗な直列に接続なんで、えー、直列につないだもので割ったもので与えられて。で、えっと、I2 っていうのは今度は、 えっと、まあ、V2 と、ここ 0V を、えっと、R1 と R2 の和で割ったもので、与えられるということになってくるわけです。で、まあ、これらの式を上に掘り込んでやって、整理すると、最終的に VO っていうのは R1 分の R2 に、V2-V1、これはこの2つの2入力の、いわゆる作動、差分、 作動作、作動、信号、作動信号、作動入力信号を R1 分の R2 倍するっていう風な感じになります。いいかなで、じゃあ、この作動増幅回路ってどういうところに使われるんですかっていうと、一つは、あの、センサーの信号を、まあ、増幅するようなときによく使われてて、まあ、例えば今回、えっと と歪みゲージとブリッジ回路の説明を、まあ、何回かし,、まあ、したと思うんですが、でまあ、こういうところで、まあ、これ、えっと、確かに歪みゲージで抵抗の変化を電圧信号に変えることができるんだけれど、けど、その信号ってだいたい微弱なわけです。微弱な電圧信号なんで、これを、まあ、増幅すると。で、この時はさは、こういうふうに2つのいわゆるブリッえっと、えっと、 まあ、ブリッジで、ブリッジ回路の出力信号をちょうどこういうサ,サブ、作動入力というか、こういう、えっと、作動増幅機に繋いでやると、非常にまあ相性がいいということになります。要はこの二つの入力信号の差、まあこれがまさしくブリッジ回路の出力電圧になるんだけど、これに高い増幅度の出力信号が得れるっていうことが一つと、 で、あと、まあ、こういうふうに二つの入力、これちょっと専門的になるんで、二つの入力信号に、まあ、雑音が乗る場合に、だいたいそういう雑音と同じような振る舞いをするんで、その雑、えっと、その乗った、雑音が乗った信号同士を引き算すると、ノイズの成分が、同層のノイズ、雑音の成分が除去できるっていうようなメリットがあるということになります。いいかなはい。で、まあ、それ以外のところもちょっと説明、これ。 1>, します1つ目はまあ電流信号。これまで電圧信号の増幅だったんだけど、電流信号の増幅もできます。でこういうものを電流電圧変換回路と呼ばれるもので、まあ、反転増幅回路の入力抵抗を取ったものになります。いいかな。で、えっと、まあ、ちょっと簡単に説明すると、えっと、やはり入力ーーインピーダース大きいんで、電流流れ込まないんで、ここから入ってきた i という電流信号はそのまま全部 R と。 基間抵抗 R を流れていきますせっていうことになって、じゃあ、あこの i っていうのは、あこの V の判定入力のところと、V の O のこの電位差を流れる電流になるわけで、じゃそれを R で割ってやると、結局、V の i っていうのは、これ、イマージャニーショートなんで 0V だから、結局、R 分のマイナス V0 ということになって、まあ、置き換えると、V0 っていうのはマイナス Ri になりますということで、 要はこの式をつく見ててもらうと R っていうのはこれも抵抗で固定なんで、要は電流を電圧に変換できるというものです。なんで電流型センサー信号を電圧信号に変換するもの、ためにこれが使われるということになります。ただまあこれはちょっともう試験にはまあ出さないということにしましたいと思います。はい、試験には出ません。まあこういうものがあるっていう程度です。 で、えー、あと、ま、ちょっと変わったものとして、まあ、電圧信号の積分というものもできます。これ、積分回路と呼ばれるやつで、えー、っと、先ほどの、ま、反転幅回路とよう似てるんだけど、基幹抵抗がコンデンサーに変わってます。で、えー、この時、ま、コンデンサーのおー容量、静電容量を C としてやると、電化 Q というのは CV ですよと。 で、えー、コンデンサーを流れる電流 i っていうのは dt 分の dq になるわけです。ってことは、まあ、こっから流れた電流、やっぱりこれ、えっと、入力インピーダース大きいで、電流流れ込まないんで、入力抵抗 r を流れた電流はそのままコンデンサーにまあな流れていく。そうすると、コンデンサーを流れる電流 i っていうのは、先ほどのこの式を使うと、こういう式になって、で、q っていうものは、これ cv なんで、こういう式になる。 で、こうすると、電流っていうのは、結局、えっ、ー、と、DT 分の D、まあ、微分方程式、一時の微分方程式で与えられて、じゃあ、これを V0 というものに直すして解、といった形を解いてやると、要は、この出力の、このオペンアンプの V0 っていうのは、マイナス C 分の1。まあ、ここの C な。キャパシタンスの C です。 に、電流値を時間積分したものになりますということになって。で、この i っていうものを、えっと、まあ、上の i を掘り込んでやると、これかな。えー、っと、そうすあ、まあ、ここの電流 i っていうのは、結局は r 分の vi なんで。 これ、結局、書き直すと、こういうふうにマイナス CR 分の1、これは係数になって、あとは入力電圧をまあ時間積分するうようなものになるということ。これ積分回路です。まあ、これはもう試験には出さないんで、まあ、こういうものがある、名前だけを覚えておいてください。で同じように微分回路というのもあります。電圧信号の微分を行うということで、今度は反転増幅回路の入力抵抗を抵抗からコンデンサに変えるような構成になるというわけです。 で、えー、この時、まあ、その、先ほど同様、Q は -CV、I は DT 分の DQ になって、で、えっと、これ V0 っていうのは、まあ、RI。まあ、ここ全部流れるわけなんで、RI ですよ。じゃあ、I っていうのは DT 分の DQ で、で、えー、これは DT 分、まあ、C を使うと、DT 分の DV になるということで、ここにまあ微分の項が入ってるんで、 まあ、これは微分回路ということで、まあ、電圧信号の時間微分が出力されてくるということになります。まあ、これも試験には出しません。はい。で、えっと、じゃあ、ここから、えっと、今度最後ですかね。えー、っと、今日は今度この AD 変化機。まあ、これまでは、まあ、あの、センサーの話をちょろっと。で、メインはこのアナログ信号処理っていうので、増幅であるとか、まあ、微分、積分。 まあ、フィルター機を今回やってるのは、まあそういうふうなアナログの信号処理を説明してきました。で、最終的にまあデジタルな信号に変えてやろうと思うと、アナログの信号をデジタルの信号に変えるようなものが必要になってくるそのためのものが AD 変換器と呼ばれるものにまなってきます。で、まず最初にアナログ信号とデジタル信号について説明したいと思います。で、まずアナログ信号。まあ、まずじゃあ、えっと、ここ、えっと、わかりやすく。アナログ信号ってどんなものなんですかっていうと、 えー、原に比例した連続信号です。で、えっと、増幅器等への接続が容易まあ、これアナログ回路です。ただ、ノイズの混入がしやすい。インピーダンスの不整合による電圧の低下があるということで、結局どういうことかというと、例えばセンサーっていうもの。例えば温度センサーを考えてくださいよと。そうすると、時間に、横軸時間を取ると、時々刻々と連続的に工業量が変化してくるというわけです。で、センサーは、 まあ、それに対応した電気信号、掃除した電気信号を発生させると。例えば、この温度センサーが熱伝対であるんであれば、電圧信号が変化するわけですし、例えばこれサーミスターを使うと抵抗値が変化すると。まあ、いずれもこういうアナログ信号だっけな。で、アナログ信号の特徴はさっき言ったこういう特性がまあ,ありますと。で、まあ、あの、で、 ただ、実際にはこのままアナログ信号の、昔はこのままアナログ信号の処理することが多かったんで、今はもコンピューターとかいろいろ、えっと、技術的に成熟したんで、これをデジタルに変えてやる必要がある。AD 変換と呼ばれるものにまあなります。デジタル信号ってどんなやつなんですかって言ったら、こんなやつです。0か1かっていうような形で表す。で、0か1かでこういう連続的な変化っていうのをどうやって表すのかっていうと、 例えばこの0か1かっていうのを、こういうのを情報を、例えばビットを増やしていってやるというような話にまあなってくるというわけです。いいかな。で、こうすることによって、ノイズの影響がまあなくならでは小さくできるということと、パソコンによる高精度の信号処理ができる。ただし、デメリットとしてはアナログデジタル変換による、 誤差とか、あとでちょっと説明したいと。あと、動的信号の取り込みがまあ遅いと。まあ、AD 変換をすると。だまあ最近はこれもどんどん速くなっていて、ここはさほど問題じゃないということです。で、じゃあ、このデジタル信号ってもう少し詳しく、これ0か1かっていう信号を表してるんだこれだけだとこういう連続的な変化って表せなくて、どうすることかっていうと、要はえっとデジタル信号ではあるかないかしかまあ示せないから、そうすると、そのどれぐらいあるのかっていうのは、 あこのデジタル信号を並列化してやる必要がある。まあ、例えばこれ、えっと、3つ。3ビットのデジタル信号で歩かない。どれぐらいかっていうのを表してやる。で、二進数で表示するっていうような形になるわけです。で、ここで、ま、ちょっと復習ということで、ま、十進数と二進数について説明を一回したいと思います。ま、十進数。例えば今、0から15の十進数を順番に数えてください。 で、二進数は4ビット、4つ、桁があるというものを考えています。で、えっと、で、この桁っていうのは、これ、十進数と一緒で、1桁目が2の0乗の桁、2桁目が2の1乗の桁あ、3桁目が2の2乗の桁、で、4桁目が2の3乗の桁。これはさ、から我々の十進数でも同じような形になっているのはわかるかと思います。で、000っていうのは、要はこれ全部が0なわけな。で、1っていうのは、 この一桁目だけ一つある。んか要は、えっと、これって何してるかっていうと、まあ、計算で言うと、まあ、1×2 の0乗。ここは 1×2 の1乗。ここは 1×2 の1乗足す 1×2 の0乗。3ですよ。ということをずーっとやっていくわけな。で、例えば7になると、0、1、1、1として下の3ビットが1になって、 で、こういういの、で、これ、桁上がり、これしていってるわけです。1、例えば0、1。で、次に2は、ここ、1つ桁上がって。で、さらに下の桁を埋まって、1、1になって、もう1個増えると、もう1個桁上がって。で、1、0、1、1。ていうふうな感じで、最終的に、まあ、例えば4ビットだと、15、フルビット1、1、1, 1っていうのは1、1かける2の3乗プラス1、1かける2の2乗プラス1、1かける2の1乗プラス1、ラス1かける2の0乗ということで、 まあ、こういうふうな形で表すことができる。4ビットの場合は、えっと10、0から15。これは2の4乗が16に相当するということになっているわけです。で、これが例えば8ビット、8桁になると2の8乗のマイナス1ということで、0から255までは表すことができるし、16ビットだと2の16乗マイナス1ということで、0から65535。 まででで表すすすここととがまあできままよってことにまあなっててにないくわけです、ま、ず、10進数と2進数の話でした。で、次に AD 変換の原理について説明していきたいと思います。で、今、例えば横軸、これ時間をイメージしてください。で、縦軸電圧です。で、まあ、こういうふうに、まあ、アナログ信号が電圧、アナログの電圧信号が変わってるというようなことをイメージしてください。で、AD 変換って結局何するんですかっていうと、 まず、えっと、入力可能電圧範囲というのが、まあ、これ必ず決まってて、まあ、これを整数分割してやります。で、整数分割して、まあ、理算化という言い方するんだけれど、で、二進数に値付けをしてやろうというわけです。で、これ結局どういうことかっていうと、例えば、ここからここまでがこのい、この一番上の線点線から一番下の点線までが入力可能電圧範囲とする。 じゃあ、あとは、例えば、えっと、ここでは8ビットなんで、えっと、2の8乗、すなわち256分割と、えっと、分けてやりましょうというわけです。この点線が256本あると思ってください。0も含めると。で、それぞれの点線を、例えば一番下0ボルトは0000です。その一つ上は、こう、1っていうのがさっきの。 二進数の数字で全部このそれぞれの線を二進数の数字で紐付けしてやると。値付けしてやるわけです。いいかな。まずこういうことをやります。で、あとは、こうやってアナログ信号を各 VDT に対応付けてやる。例えば、ここの信号っていうのは、アナログ信号に最も近い点線はこいつだから。じゃあ、これは000111で表しますし。 例えば、ここへら辺だと、これは0010001のところに近いんで、デジタル信号としてやろうということで、まあ、各 VDT、このそれぞれの点線のラインというのは二進数コードに全部対応しているわけだから、最も近いこの VDT のを値を見つけてやるというのが、これ AD 変換の原理になるわけです。 で、これを、ま、もう少し、じゃあ、細かく見ていくと、こんなことをやってます。何をしてるかっていうと、まず、こういうアナログ信号を、階段波形で近似してやります。こういう細かい等間隔の階段波形で近似してやります。この、この階段波形を、今これ、アナログ信号 VA としてやって、で、えー、階段波形を VSH というふうにしてやります。 いいかなこれかなこの点線のあたりかなはい。で、それをするための回路がサンプルホールドと呼ばれるものだ。これ後で説明し、次説明してみます。で、二つ目は、じゃあ、その、離散化された v d まあ、ここかなえっ、ー、と、まあ、この VSH、この点線と、先ほどの離散化された、二進数で値付け、えっと、値付けされた VDT と比較してやる。これが AD 変換。で、えー、その最も近いものを探し出して、2進数で出力するっていうことを行っています。で、ここでじゃあなんで階段発見にする必要があるのかっていうと、これ、えっと、AD 変換。この丸2 0 3の処理をしているときに、えー、このアナログ信号が変わってしまったら困るんで、 なんで、えっと、一定となるように階段波形。それだとも AD 変化を行ってい間は一定の値を維持するように。まあ、さあからサンプルコールするというふうな言葉があるということになります。いいかな。じゃあ、まずサンプリングのところについて説明したいと思います。アナログ信号を階段波形で禁止しましょうっていう話になってくる。で、要はどういうことかっていうと、まあ、ある一定のサンプリング間隔で、このアナログ信号のデータを取ってやろうと。 例えば、ここ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 と、ここ、こ,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 こんな感じで等間隔をで取りましょうと。まあ,あ、これでアナログ信号を正確に再現してやろうと。で、えっと、で、この、じゃあ、サンプリング間隔は、何がいいのかっていうと、当然これ細かければ細かいほど、これを正確に再現できるんだけれど、細かく取りすぎるとデータ数増えるわけです。 なんで、データ数が、じゃあ、どれぐらいの間隔が最適なのか、というと、これが一つ重要な話で、サンプリング定理と呼ばれるものになります。で、例えばこれ分かりやすくするために、こういう制限波を周期の10分の1でサンプリングしました。で、その点、黒丸がそれに相当してて、つないでやると、これは結構、 制限波を正確に再現していることが分かる。まあ、これは OK です。というわけな。じゃあ、もっと荒くと、データ数を、えっと、えーえー、っと、データ数を減らすためにもっとじゃあ、荒くことったらどうなるんですかってね、ここは周期の4分の3でサンプリングした例です。そうすると、ここでサンプリングしたら、その次はここになって、その次ここになって、ここになって、ここになる。じゃあ、サンプリング点だけをつなぐと、 これ全く別の信号になってるわけです。これ全然正確に再現してないわけな。サンプリングで繋ぐると低周波の信号のれ負けてしまってるわけです。で、これはエイリアシングと呼ばれるものに今なって、こんなこと起こるとまずいわけ。なんで、じゃあ、ここと上との境はどこになるのかっていうのを決めるのがサンプリング定理と呼ばれるもので、で、これは、えっと、今、 例えば測りたい信号、アナログ信号の最大周波数を FM としておくと、例えばサンプリング周波数というものは、アナログ信号の最大周波数の少なくとも2倍以上でサンプリングすれば、それを正確に波形が最右になる。で、それは感覚、周期と周波数というのは逆数なので、サンプリング間隔 δ ルタ TS で表すと、これは 2FM 分の1以下になると。 これサンプリング定義というふうなものです。これも重要なんで、覚えておいてください。はい。まあ、こういうふうにして、サンプリング、まずできましたというわけな。はい。この赤丸がサンプリングした。で、じゃあ、このサンプリングした後を、今度はホールドするわけです。ホールドすることによって、階段波形ができますということです。で、なんでホールド,ホールドするかっていうと、えー、サンプル、まあ、AD 変換中は一定値を まあ、AD 変換中に、このアナログ信号、アナログ電圧、アナログ信号が変化すると困るんで、一定値をキープするために、こういうホールドというものを行うわけです。いいかななんで、えー、この丸一点の値を、このデルタ TS だけはずっと一定に保つというようなものが、ホールドと呼ばれるものです。で、えっと、 まあ、これ、ちょっと一応、サンプルホールド回路の説明をするんだけれど、まあ、これは、あの、多分、まあ、こんなもんがあるという程度で、これを、まあ、厳密にしっかり理解する必要は、まあ、今の時点ではない。です。はい。でまあ、動作としては、こういうふうな、あの、オペアンプをやっぱり先つっ,ったオペアンプを使います。二つあります。で、えっと、こういうふうな形で、え、っと とまあ、オペアンプに非の非判転入力で、えー、出力を判定入力に戻すもの、これ、ボルテージフォロワーと言って、これ、増幅度1のアンプと思ってください。で、まあ、これはまあ増幅度1のアンプというふうにまあ思ってもらって、で、ここからアナログ信号が入ってきて、で、こスイッチがあります。で、このスイッチの後にコンデンサーがある。で、その後にやっぱりアナログ信号がある。まあ、こういう回路構成にしてやると、 アナログ信号が階段波形になって出力されるということになります。で、なんで階段波形になるのかっていうのは、この順番、丸1、丸2、丸3の流れで見ていくと、まず、このスイッチを閉じる、丸1、閉じます。じゃあ、これサンプリングするわけです。だから、このアナログ信号をサンプリングしましょうというわけな。で、そうすると、これ閉じられると、電流が流れ込んで、 で、えっと、まあ、入力インピーダンス大きいんで、この電流は全部こ、このコンデンサーに流れ込むわけです。充電されるわけです。瞬間的に充電されます。ってことはあ、その値で、えー、瞬間的にこう入って、スイッチ閉じると。じゃあ、電流が瞬間的にもう充電されて。で、えー、ここの出力入ってきた信号と同じ状態のものを、えー、実現する。 で、今度、サンプリングされた電圧をホールドするために、今度これ、スイッチ開きます。じゃあ、ここにはもう信号入ってこないんだけれど、充電された電化がここに溜まってるので、えー、開いても同じ電圧状態が維持される。だから逆に言うと、ここ、その後ここは変わってもこう開いてるから、これは何の影響も受けません。というわけです。で、それがここから出力されますよと。で、デルタ TS 終わると、またこれスイッチ閉じると、やっぱりサンプリングされて、 で、充電、あるいは放電されると。瞬間的に放電されて、ある値になると。さらに、この場合さらに充電されると。で、やっぱり開くと、おおここ、その後、ここが変わったとしても、これは一定値を保つ。というのをずっと繰り返していくと、要はこういう黒い実線の波形が緑の、まあ、あの、点線波形にあ、緑の線の、まあ、いわゆる階段波形に、まあ、近似することができる。 当然、これはまあ、ちょっとわかりやすく荒く書いてる。これもっと細かく、例えばデルタティースをもっと細かくすると、もっと細かい階段波形となって、これを正確に再現するということになるわけです。で、まあ、こういうふうにして、えー、えっと、アナログ信号を階段波形に近似できましたということです。いいかな。で、えっと、まあ、今じゃどこまでいったかというと、もともとグレーのアナログ信号を 温度紫の階段波形に、まああ、変換したというわけです。で、じゃあこの紫の、この階段波形の、この階段との電圧値と、先ほど言ったあ入力可能電圧範囲を整数分割離散化して、二進数に値付けした緑の線との比較を行って、で、えー、最も近い,い,い緑のラインを見つけましょうっていうのが、あの、 ad 変換器の原理になるというわけです。この緑の変線は繰り返しの二進数コードに対応してて、で、vsh に再隣接した vdt を決定しようと。ただし、これは量子化誤差っていうのが必ず発生しますよ。どういうことかというと、この連続的じゃなくて、これ理算的にしてるんで、要は、例えば、このお変化。この、えっと、隣接した、この vd の値、 以下の変化っていうのは、これ、値として変化しない。それはもう読めませんっていうことに今なってきて、これ以上細かい変化は読めないということ。ワンデジト分が発生するということになります。で、えっと、今、じゃあ、この紫のラインと緑の点線のラインをどうやって比較するのかっていうことで、まあ、二つやり方があって、これ、今から先生、一つ目は、 しくじ比較型っていうので、例えば緑のラインを下から1つずつ上げて、上げて、一番下のところと紫を比較して、でえー、次に、これ遠すぎるんで、次に2つ目、3つ目というふうに上げていくと、えっとまあ、ここと比較したときには代償関係は小さいんだけれど、でその次と比較すると、この代償関係入れ替わるわけです。 まあそういうところを探してやって、ということをやるのが、これ、蓄字比較型です。で、ただこれだと、順番にこう、えっと、上げていかないといけないんで、時間がかかるということ。で、もう一つは、じゃあもう、こういう緑のラインを一個ずつ順番に作るんじゃなくて、もう同時に並列でバット作りましょうと、並列比較型と呼ばれる、こういうのがあるということです。で、こちらについて説明していきたいと思います。で、えっ、ー、と、 蓄字<シ>比較型 AD 変換器っていうのは、まあ、これもあの特徴だけ、まあ、きっちり覚えておいてもらったらいいんだけれど、えっと、まあ、サンプルホールドールまあ、階段波形がここに入ってきてて、それと、この VD に相当するものを比較するものがここにある。で、その比較結果を、ここの制御回路がっていうことになります。で、まず、どういうことをするかっていうと、 まあ、こういうシフトレジスターと、レジスターというのがあって、これはまあ、あの、ニシンスのやつで、まあ、8ビットとか16ビットとか、まあ、いろいろあるわけです。で、すべてを0ビットにまずしましょうと。で、次に最上位のビットを対応、1にするというわけです。あ,あ、この場合は、えっと、 で、えっと、で、それに対応した、あ今度です、この2進数の、おに対応したあアナログ信号発生の DA 変換器と呼ばれるやつで、これらもアナログ電圧を発生させる。2進数に対応した電圧を発生させる。で、えー、ここの比較で、この VA と VI を比較する。で、えー、ここで、この VI、入力電圧より VA が大きいんであれば、1。 で、えっと、次の回ビットを1にしてやって、VI が VA であれば0に固定というようなことをやって、で、えっと、これでまあ2信号、2から6を各ビットごとに繰り返してやるというような形になるということです。まあ、で、各ビットを繰り返して最終的にここの、えっと、VA と VI の代償関係が入れ替わるようなあ、そういうところを見つけてやって、そこでまあ、ストップするということです。いいかな。 で、えっと、まあ、こういうふうな形の逐次比較型の場合は、まあ、これ比較器が1個だけなんでシンプルな構成。ただし、1個ずつ、こう1つの v d の値を1個ずつこう発生させていくので、まあ、時間がかかりませっていうことに学なということです。いいかなはい。こういう比較型です。で、あと、えー、っ と、二つ目があ、並列比較型 AD 変換器と呼ばれるものがあります。で、これは、先ほどは VD の値を、まあ、一個ずつ作ってたのもう、じゃあもう最初から、並列にバッと全部作ってやろうというわけです。要は、比較器をバーッともう、えっと、VD の数だけ、比較器並べてやろうと。で、あとは、えっと、それぞれの比較器に入れる。 いう比較の電圧をこういうふうに分圧してやって、細かくこう設定してやると。まあ、理化された電圧 VD を同時に発生して、比較器に全部入れてやって、で、階段発見も全ての比較器に入れて比較すると。で、その比較結果を読み出してやって、二進数のコードで読み取ろうということで、まあ、こうすることによって、これ、並列で処理するんで、高速処理が可能だ。ただし、まあ、ちょっと、 複数の比較器が必要なんで、まあ、複雑に、なりますっていうデメリットがあるということになります。いいかなはい。ここまでが、えー、っと、中間試験の前までの範囲に、なるということです。はい。じゃあ最後に、えっと、中間試験、6月16日の中間試験について説明したいと思います。えっと、試験室は、1A は、あ、まあ、授業と一緒です。1A は K302、1B は K407 で行いますと。 で、試験範囲は1章から3章で、授業で説明をしたところになります。で、えっと、一部、まあ、ここは出ません。あまあ、それはれてるのか。で、あと、まあ、え荒、っと、木先生の特別講義というのがあったと思うんですが、ね、まあ、あれは、えっと、レポートのによる成績対象にはなるけれど試験範囲には含みません。 で、えっと、ま、一年生なんで、まあ、初めての中間試験の学生も多いかと思うんだけど、学生証を忘れないで持ってきてください。えっと、試験中に学生証で本人確認を行うので、これ忘れないように持ってくるということと、で、あと試験問題は 1A と 1B で共通です。で、えっと、一応、まあ、あのー、スライド資料は完全には共通じゃないので、あのー、えっと、1B で、 1B の方でどういうことをやっているのかっていうのを、まあ、基本同じことをやっているんだけれど、えっと、1B の、えー、っと何や演習問題か、毎回授業の最後にある演習問題を学ばにあげていると思うので、そっちも一応、えっとまあ、復習として、えー、ぜひやっておいてもらえれば、まあ、1B でやっていること、1A でやっていること、両方がまあカバーできるということになります。 で、あと、ま、電卓を持参してきてください。ただし、その方は NG なんで、関数電卓持ってきてください。で、あと、えっと、試験問題は、えー、5区目問題と有効数字計算問題が出ます。あ、これは、まあ、これだけじゃないんだけれど、そが出ると。で、5区目問題は、あの、選択です。まあ、この書きの資格の中から、その まあ、あの選んで答えるという形の5分目問題ですで。あと有効数字の計算問題というのは、いろいろ足し算とか引き算とか、あるいは面積とか体積とかそういうものを求めろというような感じのものです。であと、計算問題、まあ、数値として出す計算問題というのは、まあ、有効数字を考慮してくださいということと、あと有効数字だけの頭を奪われて、単位が必要なものを、単位を忘れないようにしてください。いいかな で、あと、まあ、えっと、20分以上遅刻すると、まあ、試験を受験できないということになります。で、えー、っと、あと、えー、期末試験に出ないところは、えー、っと、2.4の動きの計測と3.2の積分回路、微分回路。まあ、今日やったところですね。ここ出ません。 で、まあ書いてる、まだまだコンテンツに機械計測1の 1B のレポート課題を掲載してますので、えー、こちらも試験対策として勉強しておいてくださいということになります。で、えっと、これはごめん、今日。で、今日の演習問題がこれになって,てます。こ4つの演習問題。で、えっと、これまあ、1つ目はこれ、 授業の最初にも説明したいやつですね。ちょっと多分なんか間違ってるのかな。はい。これ間違ってるかもしれませんが、まあ、これも説明したんで、ここはスキップします。で、二つ目は、えー、これ、数の批判転増加回路における増幅率を算出せよと。また、R1 イコール1キロ、R2 イコール10キロの批判転増加回路において、入力に0.5、2V の直流電圧を加えたときの出力信号を示す。また、振幅0、プラマイ0.5、プラマイ2ボルトの交流信号を加えたときの出力信号を示せっていう話と、 であと、まあ、AD 変換でサンプリング定理を満足しない場合は、どのような問題が生じるか、具体的に波形を用いて示せるということです。また、15キロヘルツの制限波信号を正確にサンプリング測定するためには、少なくともサンプリング間隔およびサンプリング周波数はいくら以下にする必要があるのか。で、あと、まあ、例のごとく有効数字のお計算問題をここ書いています。 で、えっと、まあ、今日授業のさ最後なんで、まあ、ここの問題のところもちょっと説明しときます。で、これはさっきも説明したんでスキップす。授業の最初に説明したんでスキップして。で、えっと、こっちの方の説明問題をじゃ説明先したいと思います。で、これは何、何かっていうと、批判点増幅回路な。で、R11kΩ、R210kΩ の批判点増幅回路です。で、入力に0.5。 2V の直流電圧を加えたときの信号を示せということで、えー、と、また、振幅プラマイ 0.5V プラマイ 2V の交流電圧信号を加えたときの出力信号を示せということで、えー、っと、これ、まあ、あの、動作原理はもうさっきの行為で説明したいんで、まあ、結局、批判手続回路は、ま、こういうふうな式で入力電圧信号が R1 分の R1 プラス R2 倍されて出力されるということを説明したわけです。なんで、今回の R1 イコール1キロ、R2 イコール10キロってことは増幅率は11倍ですよ。というわけな。じゃあ、直流信号0.5ボルト。なんで、これを11倍すると5.5ボルト出てくるわけです。かなあ問題ないです。とただし、今度は入力。 2V の場合どうなるんですか計算上は 22V になるわけです。けど、ここで注意しないといけないのは、あ,あくまで計算上であって、オペアンプで現実的に出力できる電圧範囲は、あ電源電圧の範囲内です。今の場合はプラスマイナス 15V です。なんで、計算上 22V になったからといって出力が20に出てくるわけではなくて、最大で 15ボルトしか、プラマイ15ボルトの範囲内しか出力できないので、ということはその範囲内を超えてしまうと信号が飽和してしまって、この場合は直流15ボルトになりますよということ、これ、引っ掛け問題みたいなものになるわけです。で、同じような話で、交流信号も同じようなことになって、プラマイ0.5ボルトはあ出力電圧、プラマイ5.5ボルトの制限波、これはプラマイ15ボルトの範囲内で問題なしですよ。 けど、プラマイ2ボルトだと、計算上はプラマイ22ボルトになって、けどそれって電源電圧の範囲内を超えてしまってるんで、えー、制限波の信号が飽和してしまったような感じになって、プラマイ15ボルトの区形波になりますっていうような形になります。いいかなはい。で、あと、えー、っと、えー、っと、これはサンプリング定理の話。これも授業で説明した話です。 要は、えっと、サンプリング定理をきっちり満たさないとエイリア信号が起こって全く別の信号になりますよっていうことを説明したわけです。で、えっと、今回はこれ15キロの制限波信号を正確にサンプリングするためには少なくともサンプリング間隔よりサンプリング周波数をいくらい、かにする必要があるかっていうことで、えー、っと、まあ、サンプリング周波数っていうのは、えー、っと、少なくとも 測定したい信号の2倍以上の信号にやらないと。なわち 2FM なんで、でサンプリング周波数はこの場合30キロですと。30キロヘルツですと。じゃあサンプリング間隔はこれの逆数なんで。じゃあデルタ T はその逆数で33マイクロ秒ですよね。っていうことに今なってくるということになります。いいかなはい。はい。 で、最後の演習問題は、まあ、これはもう、えっと、見てもらえば多分わかるんだろうと思うんだけれど、一応説明はしておこうかな。えー、っと、これは、まあ、言う足し算です。有効桁数の異なる足し算で、これは、この場合は、えっと、最上位の桁に合わせるんで、 このままだと12.53の結果が出るんだけれど、最上位は小数点以下1桁だから、ここに合わせてその次を下五入すると12.5ですよ。これも同じです。12.07出るけど、1桁目に、小数点以下1桁に合わすと、その下を下五入すると12.1になります。今度はこれは有効桁数の異なる掛け算で、3桁かける2桁の掛け算なんで、この場合は有効桁数の少ない。このまま計算すると2.829の5桁が4桁出てくるけれど、 えー、桁数の小さい方、すなわち2桁に合わせるので、三桁目を下ごで二2.8ですよ。これも一緒やな。53.478で2桁に合わせるんで53になると。で、えー、これもちょこれはちょっと有効桁数の異なる足し算、引き算にな加減算に入て、まあこのまま解くと、まあ9まあ7桁の計算結果が出てくるんだけれど、この結果で、えっ、ー、と、この計算では有効 最上位の有効桁を持っているのは、この小数点、78.4の小数点以下1桁なんで、ここまでを残して、その次を飛車購入するということは、936.1の次を飛車購入すると、2なんで、936.1ですよ。で、まあ、これは、指数表示のものは、えっと、ちょっとややいろいろエアコシ、どれが最小桁かわかりにくいんで、 こういう場合は、この指数の部分を共通にしてやると分かりやすくて。じゃあ、こういうふうな形になりますと、10の4乗に揃えると、こんな形になって。じゃあ、最上位はどれかっていうと、1.75の5が最上位っていうのが分かるんで、じゃあ、小数、その計算結果を小数点以下2桁まで残すと、2.26×10 の4乗ですよねっていうのですな。で、えっと、まあ、これは、えっと、4桁、2桁、3桁の掛け算なんで、2桁に合わせる。 まあ40。あるいはまあもう少し厳密に 4.0×10 の1乗っていうのがまあわかりやすい説明にまあなると。で、これは、えっと、まあ足し算と割り算の形で、こういう場合はまずカッコの中を計算しましょうと。で、カッコの中は上のここら辺と一緒で最上位の桁に合わせましょうということで、14.3っていうのが出てきて、で、それを2.0で割るんで、今度2桁なんで、7.15を2桁に合わせる。 っていうような話です。はい。で、あと、まあ、ここら辺は、えっと、まあ、け算を先にやってやって、えー、有効数字はこれ一応2桁だけを計算では3桁、まあ、一応残しておいて、えー、計算するとこういうふうになります、ね、せ、っていうことになると。で、あと、これ、まあ、あの、物理定数とか整数定数が入っている場合は、 まあ、そのまま計算して、まあ、π とか g っていうのは十分な桁数を持つと、かつ2の整数乗数も無限の桁数を持つと考えると、この場合、えー、3桁が一番有効桁数少ないんで、4.00は少ないんで3桁で合わせてやるということで246になりますというような質問になります。いいかなはい。じゃあ、以上で今日の授業は終わりたいと思います。